こんにちは、小説家の平野啓一郎です。ボルスという画家はですね、なかなかそんなに有名な画家ではないのかもしれませんし、ちょっと興味持たれた方も、インターネットだとか、広告なんかで目にしてみてですね、ちょっとなんとなくつかみどころのないような画家だなという印象を持たれるかもしれませんが、そういう、特に抽象的な作のそういう画家こそですね、美術館で実物を見るときっとすごく印象が違うと思います。で、僕も今回来てみて、いろいろな作品を改めて実物を間近で見て、すごくいろいろなことを感じ考えまして、大変感銘を受けました。特に油絵のような大きな作品はですね、なかなかボルスといった時に思い浮かばないような作品ですけども、見てみると本当によくて、これを機にですね、ぜひ皆さんもこちらに来ていただいて、一点一点の作品とですね、静かに向かい合うと、なんでこういう人が第二次大戦直後の、パリのサンジェルマン・デプレとかいうの賑やかな界隈でですね、サルトルだとかアントナン・アルトだとかですね、当時の一流の、アーティストなり、哲学者なりに関心を持たれていたのかということがなんとなく見えてくるのかもしれません。ぜひいらしてみてください。